固定式レイアウトの一例集合式レイアウトの一、例移動式レイアウトの一例特に小さい円形のものはピザレイアウトとも呼ばれる屋外に設置された仮設レイアウト鉄道模型におけるレイアウトとは模型列車を走行させるための線路と情景を備えた運転施設を指すレイアウトと同種の情景模型としてジオラマがあるが鉄道模型においては車両の走行ができるものを レイアウト、車両も、情景の一部として固定もしくは整地されたものを、ジオラマ、シーナリーセクションと呼び区別している。レイアウトの形態は設置場所や鉄道模型の縮尺により、様々であるが、ある程度の情景が備わること、模型車両の運転が可能な線路が付設されていることなどは、共通している。屋内に作られるものと屋外に作られるものに、大別される。 国内に作られるレイアウトは、その設置形態や収納方法により、固定式、移動式、折りたたみ式、分割式など様々な種類があり、中には、組み立て式のように固定された、線路配置は持つものの、固定された情景を基本的に作らないもの、集合式のように、モジュールと呼ばれる、連結することを前提に統一された規格で作られた、部分レイアウトをつなげて、耳の大きさ、 配置のレイアウトを構成することができるものなど、原則から外れるような形態のものもある。屋外に作られるレイアウトは、周囲の風景を借景とする場合も多い。これらも、庭園鉄道とも呼ばれる、常設式のほか、収納が可能な、分割式、下半式がある。メーカー製のレールを直に組み立てたのみ、あるいはその周囲に、若干の建物や自動車等を並べたものは、 レイアウトの定義から外れるが、便宜的にフロアレイアウトやお座敷レイアウトと呼ばれることもある。海外では古くから愛好家の手で各家庭やクラブで作られており、ドイツのハンブルクには商業用展示施設として世界最大のレイアウトを持つミニチュアワンダーランドが建設されている。日本では住宅事情により、オーゲージやホーゲージの時代は組み立て式レイアウトが主流であったが、 ライフスタイルの変化から、近年は徐々に G ゲージや5インチゲージの庭園鉄道も増えつつある。また、ナローゲージや N ゲージの普及とともに、シーナリーが作られた本格的なレイアウトの制作も増加した。ナローゲージや N ゲージのレイアウトは畳1畳分で十分、制作可能であるが、900メートル MX600 ミ、mm、リメートル程度の小型レイアウトよりもさらに小さい。 パイクとも呼ばれる超小型レイアウトも制作されている。車両が小型のナローゲージは元より、近年小型車両や小半径レールの製品が増加した N ゲージでも制作例が増えている。鉄道模型クラブでは所属する会員が制作した集合式レイアウトを持ち寄り、組み合わせて運転会を開催することも行われる。集合式レイアウトはモジュールレイアウトとも呼ばれる。 レイアウトといえば、以前は愛好家が自分で制作するのが主流であったが、N ゲージの普及で、小スペースでの設置が可能になったこともあり、模型工作をしない、一般層に向けて、完成品、半完成状態の製品も販売されるようになっている。鉄道模型専門店では展示用のレイアウトを持つ店があり、一部では希望する来店者に運転させる場合もある。また、近年では、 従来の鉄道模型取扱店に加え鉄道をテーマにした飲食店、施設でも有料で各人が持ち込んだ模型車両を走行させることができる大型のレンタルレイアウトを備えるところが増加している。鉄道に関連する博物館でも埼玉県埼玉市の鉄道博物館や群馬県安中市の薄い峠、鉄道文化村のように大型展示レイアウトを 設置しているところがある。屋内に作られるレイアウトは、ベースボードとも呼ばれる、台枠の上に作られる。固定式レイアウトなどではプランに従って、専用の台枠を木材を使って製作するが、小型や超小型レイアウトでは市販のレイアウト用ボードや、写真用の木製パネル、板状の発泡スチロール、コルクボードなども使用される。この台枠の上に地形を作り、線路を敷設する。 地形は、プラスターと呼ばれる、模型製作用に調整された石膏で作られるが、軽量化のために積み重ねた発泡スチロールを、成形して表現する場合もある。大枠の裏側は、線路や分岐器の切り替え信号、ジオラマ照明の給電用ケーブルが配線される。簡易なものでは、各鉄道模型メーカーの市販品や、大型のものでは、ツイストペアケーブルを使い、コネクターで、 多数のケーブルを効率よくまとめる方法もある。線路や地形の配置や製作方法については参考のための書籍も刊行されている。また、鉄道模型シミュレーターなどのパソコンソフトを使ってレイアウトプランを印刷する方法もある。建物や草木は市販の製品を利用する場合も多いが自作する場合もあり、鉄道模型雑誌には製作記事が掲載されている。 屋外に常設される低園鉄道では、雨水や温度差などの気象条件や、走行する車両の重量対策などの基礎が重要で、屋内用のレイアウトとは異なった技法が用いられることが多い。レイアウトの大きさは、走らせる模型車両の大きさと、曲線通過能力に左右される。N ゲージや Z ゲージ、各種ナローゲージでは、車両も小さく、 また小半径の曲線を通過できるため16番ゲージや大ゲージに比べ小型のレイアウトを作ることができる。運転が単調になるため小型のレイアウトといえどもある。程度の大きさで作られることが多いが、模型雑誌には小レイアウトの製作例として A4 サイズのレイアウトが紹介されたこともある。16番ゲージや大ゲージで長編成の列車を走らせるような場合は、 大きなスペースが必要で、愛好者の中には、レイアウト専用の部屋、レイアウトルームを持つ人もいる。常設のスペースが確保できなくとも、分割式や集合式で大きなレイアウトを制作する愛好者もいる。博物館のレイアウトは、大型のものが多く、リニア、鉄道館のものは200平方メートル以上である。鉄道模型での、情景模型を指す用語には、レイアウトの他に、 シーナリーセクションという言葉もある。情景が備わり、車両の走行が主目的のものがレイアウトと呼ばれるのに対し、シーナリーセクションは特に車両の走行にとらわれない、小規模な情景模型でジオラマと呼ばれることもある。車両も情景の一部として固定もしくは整地されているので、走行や終電を考慮する必要がなく、線路そのものにも、 レール歪みの表現やウェザリングを施したり、線路内に雑草を配置することが可能となる。また、テーマによっては線路すらない作品も見受けられる。日本では、プラモデルの分野で、ジオラマという言葉が一般的なものとなる以前から、鉄道模型では、レイアウトや、シーナリーセクションという言葉が使用されていた。これは、戦後創刊された、鉄道市民専門誌である、 鉄道模型趣味の主筆であった山崎清が国内に情景模型を普及させるにあたりアメリカのモデルレールローダー誌の内容を紹介したことが始まりであった。一方、ジオラマという用語は1970年代にプラモデルの分野でミリタリーものを中心とした情景作りが盛んとなって以降情景模型を指す言葉として一般化し現在では 鉄道模型においても、レイアウトとシーナリーセクションをジオラマと呼ぶこともある。また、博物館などでは、情景模型全般をジオラマと呼び、レイアウトとジオラマの使い分けをしない場合が多い。杉山純一の鉄道ジオラマ旅場第5回愛知県名古屋市リニア鉄道館からインプレスウォッチハットミリタリーミニチュアシリーズの発売を機に、 タミヤが開催したパチコンテストがブームの筆頭で同コンテストは現在もなお続いている。ありがとうございます。